にちは。今週もよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今日はメガネじゃないです。今日はお家にいるから。OK、じゃあ今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。じゃあまずチューニングからいきますね。アロハー。 G ですね、これ G。 合わせてください。次の弦いきます。C の弦。E の弦いきます。こんにちは。よろしくお願いします。A の弦いきます。OK かな？もう一回いきますね、上から。次の弦いきます。次の弦、はい、ラスト、はい、皆さんチューニング OK ですか？ OK、 よろしくお願いします。さっきまでハワイ島天気だったんですけど、突然雨が降り始めて、今雨が降ってます。 OK、 じゃあおさらいからしていきましょうね。先週は C と F と G7 をやったんですね、確か、ね、じゃあコードのおさらいからいきましょう。 C のコード、一番下の弦の 1,2,3 番目ですね、ここ。これが C。 次 F。 F は一番下の、2番目の1番目と一番上の弦の2番目、こんな感じですね、こことここ、こんな感じです、 F ね。じゃあ C と F の練習からやってみましょうね。8回ずつ弾いていきましょう。8回ずつ。OK、いきますよ。1、2、Ready, Play。1、2、3、4、5、6、7、F。3、4、5、6、1、C 戻りましょう。から F に移るとき、ポイントは人差し指でしたね。人差し指から移動していくと楽に移動できますね。人差し指の位置はここです。OK。で、次ラストのコード G7。人差し指の位置は同じ位置ですね。ここ置いて、ここ挟む感じですね。この見えるかな？こんな感じ。ね。これ G7。感じですね。じゃあちょっと練習してみましょう。8回ずついきます。 G7 からいきましょう。 Ready, Play。 1、2、3、4、5、6、7、C。 スライドさせる。そう、2、3、4、5、6、 G7。 1、2、3、4、5、6、7、C。Good. Okay. じゃあ今日はこの3つのコードを使って、新しい曲をやってみましょう、ね、okay. こちらですね。 You are my sunshine。
Okay. C と F と G7 だけ使います。ね、まず C から、まあ4分の4ですね。1マスに引く回数が4回入ります。1,2,3,4 ね。C から始まって、ここ C7 ってありますけど、ちょっとこれ忘れましょう。これね、C のまま、C でいいです。C。C をそのまま引いて、F 行って、次 C、ここも C ですね。そのまま C 行って、F 行って、C 行って、C で、ここに1個だけ G7 ね。ここ1個だけ G7。ちょっとこうトリッキーなコードですね。最初、初心者の時はちょっと難しいかもしれないですけど、1個しか入ってないですから。ね。で、ここまで、ちょっとやってみましょう。OK。じゃあ4回ずつ弾いていきますよ。ゆっくりいきます。ね、まず歌はなしで音だけでいきましょうね。じゃあいきます。1、2、Ready、Play。1、2、3、4。C と F と G7 だけですね。ちょっとカメラひっくり返しますよ。ね、こっち側。じゃあ今度僕の指見ながら弾いてみてくださいね。同じこと言います。ね、僕 C とか F とか言ってきますからね。いきますよ。1、2、Ready、C から。できたかな、どうだろう。なんか分かんないとことかつまずいてるとことかあったら言ってくださいね。 OK、 いいかな。 OK、 できてる。 OK、 ナイスナイス、グッドグッド、できました。あー、よかったよかったね。もしかしたらもうこの辺ちょっと簡単かもしれないですね。こうやってやった方がいいのかな。こんにちは。できました。できたよ。ナイスナイス。OK、 じゃあ次は歌つけてちょっとやってみましょうね。ね、同じこと、同じことです。 C と F と G7 だけ。この C7 っていうのは今んとこ考えなくていいですね。後で教えますね。じゃあこっからいきますね。こっからいきますよ。カウントから入りますね。いきますよ。Okay, ready. Okay, one, two, ready, play. 1, 2, あ、違うか。じゃあ、そうか。もうこっから入りますね、やっぱりね。こっから行きますよ。One, two, ready, play. 1, 2, 3, 4.Secret
OK、そんな感じですね。ごめんなさい、ちょっと最初あれしたけど、もう一回やってみましょう、ね、もう一度いきますよ。最初からいきます。いきまーす。 One, you are my star。 あ、違うな、音が違う、違うな、違うな。もう一回いきます。すみませんね。いきます。One, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies areOkay、じゃあ次はここに書いてあるこの C7 っていうコード、これを入れてやってみましょうね。で C7 はこちらになります。見えるかな。これね、ナイスナイス、できてるのかな。 OK、そう、C7 ね、押さえ方いきますね。押さえ方はこの、まあ、C がここですよね。 C7 はこの1番目ここです。こんな音がしますね。で、まあ、C から F に行くときってこうやってやって、で人差し指から動かせば楽でしたよ ね。だからこの人差し指の場所を明確に覚えておけばよかったんですけど、 C7 から F に行くときっていうのはね、このもう人差し指使ってますから、もうこうパッとパッと映る可能性、あの必要性があるんですね。こんな感じでね。 OK、 じゃあちょっとそうですね、ここのこの感じね、こっからちょっとやってみましょう一緒にね。 C7 一番下の1番目ですねを押さえて弾きます。じゃあこっからいきますよ。One, two, ready, play. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3 で C7 一番目、1, 2、そして F いきます。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, C. 1, 2, 3で C7。人差し指で1番目、次 F、 1, 2, 3, 4,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 
出てきたかな。 C7 から F2 の移動がちょっと難しいかもしれないですね。 OK、 じゃあ次はもう一度同じこと、今度歌つけてやってみますね。最初からいきます。 One, you are my sunshine, my only sunshine. C7, you make me F happy when skies are sea gray. C7,You'll never know, dear, how much, see, I love you.
できてますかね。OK かな。ね、そんでね、ハワイアンとかこうよく、あ、大丈夫、ナイスナイス、よかったよかった。ね、ハワイアンとかこう聞いてるとなんかこうこういうのありますでしょ。わかる、なんかこうちょっと下がっていくような感じのね。うん。あ、できました、楽しいです。あ、よかったよかった、ナイス、オッケー。ね、それをちょっとやってみましょう。このね、C から C7 に移動するときに、まあ、ちょっと飾りをつけるっていうんですかね。ね、普通だったら1234 1234だけど、それをみたいなさ、こうこうですね、一番下の弦だけトントントンって入るわけですよね。だからまあちょっと聞いててね、こんな感じになりますね。 You are my sunshine, my only sunshine, You make me happy ね、わかります、なんとなくこのね、これがあるとちょっとこう曲が盛り上がる感じがしますね。そうそうそう、 CBBB フラット、その通りです、その通りですね。OK、 じゃあ今のこの動き、ね、これをつけてやってみましょうね、もう一度ね。 OK かな、見えるかな。 OK、 で、まあ、もう一回おさらいすると 1,2 タンタンタンって感じですね。 1,2,3,4,5 で入ります。 1,2,3,2番1番って感じね。 OK ね、 OK、 じゃあちょっとやってみましょうね。もう一度最初からいきますよ、こっから。 OK、 ちょっと待って、こうだね。 You are my sunshine, my only sun、 いきますよ。じゃあ今度はこっちを見せながら弾きますね。これね、OK。じゃあ今度僕コード言っていきますから、ちょっと合わせて弾いてみてくださいね。いきますよ。1,2。あ、ごめん、違う違う。まあ、いつも違うから。You are my sunshine, my home.Sky seas are gray.
感じです。ここまで大丈夫ですかね。できてるかな。OK。OK OK。OK。じゃあまあできてるっぽいですね。OK OK。じゃあまあこれはね。簡単だったかもしれないですけど、まあ、以前も言ったように終わり良ければ全て良しなんで、終わり方ね、これをちょっと注目しましょうね。終わり方はまあそうですね、何でもいいんでしょうけど、まあ、僕だったらこう終わらせるかなっていう感じは、 Please don't take my sunshine away。どうやってやるか教えますね。まず最後のね、 C のコード、ね、いつも C 薬指でやってますでしょう。この最後のとこだけ人差し指でやるんです。ここでね、そして1個開けた、要するにこのここに点ついてるでしょ。大体のウクレレこうやって点がついてますよね。こういう上のとことかに、こういうとことかに、この点に沿っていくだけですね。ね、 C やったらね、一番下5フレットと7フレットですね。3、5、7、こんな感じ。 OK。 だから最後の行を弾いてみますね。最後の行、こっからいきますね。1、2、Please don't take G7 My sunshine C awayエンディング、こんな感じね。もう一回今度こっち見せますよ。最後の行ですね。最後の C から始めますね。 Please don't take G7 My sunshine エンディング awayOK、 どうかな。OK、 じゃあちょっともう一回やってみましょう。今度は C7 へのトランジッションもエンディングも全部つけてみましょうね。じゃあ最初からいきます。こっからね。 You are my sunshineちょっと最初からやってみますね。ここからいきます。 You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies areYou never know the
かな。できましたかね。OK かな。大丈夫なんだろうな。OK。OK、できました。よかったよかった。ナイス。よかったです。Good, good. ああ、よかったよかった。ナイスです。楽しいできました。OK。Very good, very good. OK。で、要するに、さっきね、僕、こう、歌おうとしてね、こう、音程が合わなかったりしましたでしょ？それはこのキーが、自分に合ってないっていうことなんですよね。だから先週教えたようにこうキーのね、なんていうんですか、こう転調、異調っていうんですか、それをがスムーズにできるようになると、まあとってもいいわけですよね。そのくれるプレイヤーとしてね。だからまあレッスンを通してこうね、そういうのっていうのはさすがに今回1回のレッスンで学べるとかいう知識じゃないですけど、まあレッスンを通してそのうちそういうことができるようになっていけばいいですね。そうそうそうね。だからこれからもやっていきましょう。でまあそういうのね、こう音楽を理解する上でまあ分かっておいた方がいいのはこれですね。 CDEFGABC、 これ何かっていうと音の名前なんですね。ドレミファソラシドです。ドレミファソラシドですね。で音楽はまあ日本でもね、イロハニホヘトとか言ったりしますよね。波長調とかね、トタン調とかこう言うでしょ。であれと同じですね。ね、でそうで、だからこれドレミファソラシドで英語で表記した場合 CDEFGABC になりますね。いや別にアルファベットを使うわけですよ。でアルファベットは A から G までなんですね。A から G までのこのね7つの音、これにまあ後々ね分かってくると思いますけど、シャープとかフラットとかそういうのつけて、まあ12個、そう今の現代の音楽っていうのは12個の音を使ってるんですよ。そう12種類の音しか使ってないですね。その12種類をシャープとかフラットとかつけて表していくんですけど、まあこのね岩前サンシャイン見てみたら分かりますけど、ドレミファソラシドの中のC と F と G、ドとファとソしか使ってないんです、これ。やってみたらね。要するに、ドから始まります。C から始まって、ずっと行って、この C の音に、セブンっていうエクステンションコード、エクステンションですね。こう、足された音、7っていう音を足してるんです、これ、実は。ね。そんで F が来て、また C が来て、F が来て、C が来てって、こういう感じですね。C と F と G7、この3つ、1と4と5。1と4と5を使ってるわけですね。そう、これを覚えておいてくださいね。1と4と5、うん、これですね。 OK、 あ、OK、ちょっと待って、あ、すみません、ちょっとコメント読んでなかった。C から C7 のタイミングが合いません。あ、OK、 OK、 じゃあそこも一回やりましょうね。うん、まあ、今のお話はまあこの C と F と G7、 1と4と5、 145っていうのを使って今勉強してるってことだけ覚えておいてくださいね。後で説明しますからね。 OK、 じゃあ C から C7 の流れもう一回やりましょうね。まあこっからですよ ね、ここカウントが4回ですよ。 1,2,3,4,1 で、この1の時にこのね、ここ1フレットに指が来てればいいわけですよね。見えるかな、これでちょっとこんな感じこうかなね。じゃあこっからいきますよ。こっからね、ワン、ツー、レディー、プレイ、1,2,3,4,1、こんな感じね。もう一回いきますよね。こっからいきます。ワン、ツー、レディー、プレイ、1,2,3,1、こんな感じ。てんちに、たんたんたん、こんな感じですね。
ね、OK。わかんないかな。じゃあもう一回ちょっと一緒にやってみましょうね。これね、最初からこっからいきますよ。You are my sunshine, my only. 1、2、3、2番。こんな感じね。OK。もう一回やってみましょう。こっからいきます。You are my sunshine, my only. 1、2、3、4、5。5というか1ですね。あ、わかりました？あ、わかったみたいですね。OK。じゃあ曲ちょっと通してもう一回やってみましょうね。これ最初からいきます。いきます。You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You My sunshine, see ya. Ending. できたかな。Okay. Nice, nice. じゃちょっと指の練習のためにね、まだちょっと時間もあるし、もう一回これやりましょうね。最初から。今度ね、2回繰り返しましょう。1回全部歌ってもう1回繰り返して最後エンディングつけて終わります。 OK、 じゃあ行きますよ。最初からいきます。 You are my sunshine, my only sunshine. You make me my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies areAway. Okay, できたかな。いい感じですか。ね。Oops. Okay, できました。いい感じです。ナイスナイス。じゃあ次はそうですね、まあ、じゃあ C と F と G7、 C7 問題なくできましたか。
日さ途中から参加するのでわからないのですが、歌詞はないでしょうか。あ、歌詞とかは、後で僕のツイッターの方で、シェアします。すべて今日やったやつ、こういうやつとか全部シェアしますんで。多分このチャンネルの、あやちゃんのこのチャンネルの、プロフィールのところに、なんかリンクがあって、そこから僕のツイッターに確か飛べたと思うんで、ちょっとそっちから行ってみてくださいね。OK。そしたら、何しようとしたんだっけな。OK。じゃあ、ちょっともう、難しくはないとは思うんですけど、ね、せっかくなんで新しいコードを覚えましょうか。ね。OK。で、今、ここ学びましたね。この3つ。この Sweet F と G7。これね。あ、ちょっと待ってくださいね。質問来てますね。エンディングは4本の弦を鳴らすのですか？OK、ちょっと見せましょうね。4本の弦を。これでもいいですし、これでもいいですし、ね、こっちの。最後の何だ？一回全部弾いて、1本だけ弾いて、4本弾いて、1本弾いて、こんな感じで僕はやってます。やることがですね、なんかそうすると例えばね、聞くと分かると思いますけど、まあ4本全部鳴らして弾くとこんな感じですね。でもさっきみたいにちょっとこう4本1本4本1本って分けて弾くとなんかちょっとこっちの方が綺麗じゃないですか。なんかこう音が立つというかね、ですね。OK。自分でも歌いながら弾いてみたいです。できるようになります。すぐにできるようになりますよ。うん。コンティニューすることですね。OK。じゃあ次、新しい行動行きましょうね。何でも質問あるときは言ってくださいね。僕もちょっと今日一人でやってて、コメントとなんかいろいろとあんま慣れてないんですけど、こういうことに。ね。OK。4本1本すごいですね。さ、もうとにかく暇あるときにこうちょっとこう抱えてね、こう常に触って体に持ってみて、なんだかんだやってるとこういろんなことに慣れてきますから、うん。 OK。 じゃあ新しいコード、今度はこの3つですね。 Am、 Dm、 これ M っていうのはこれマイナーって言いますね。単調のことですね。悲しい音がします。ちょっとで、こっちの M って書いてないのはちょっと楽しい音がしますね。明るいと暗いみたいな感じです。あ、だんだんテンポが速くなっちゃうんですが、わかります。最初はそうなんですよね。一定のリズムをキープするのがね、難しいんです。そう、それはまあ慣れもありますけどね。だんだんテンポが遅くなっちゃう、速くなっちゃうのはね、こうね、焦っちゃってるんですよね。そう、例えばね、ゆっくり弾いて C から F にやるのは問題ないんですけど、曲が始まってこのテンポでやってるうちにだんだんこう速くなってっちゃうんですよね。そうそうそう。だからもうとにかく最初のうちはこう速くなりがちだなってことを自分でまず認識して、なんて言うんでしょうね、こう落ち着く、まず落ち着いて呼吸を整えること、これが一番重要かもしれないです。呼吸を整えることですね。うん、呼吸を整えて一定の感じで、あとね、よくありがちなのが、僕もちっちゃい時そうだったんですけど、自転車乗れなかった頃、なんか自転車を乗れるようになった瞬間ってカッコつけたくてスピード出すんですよ。わかりますかね。それでこけるんです。そう、慣れてないからってなんかね、早くやんなきゃとか思っちゃいがちなんですよね。そう、慣れてないからこそ、まあ、ゆっくりやって、うん、もうとにかくゆっくり一定に。そうね、ピアノもだんだん速くなってしまう。そうなんですよね。そう、やっぱ慣れてない時ってそうなんですよ。もう僕もやっと自転車乗れるようになった時にスピード出して怪我しました。そう、そんな感じ。
ね、そういう感じなんです。だからまあ力抜いて、でまああとやっていくうちにね、それなりになってくるんですよ。まあ、だから最初のうちはそうはあれかもしれないですけど、最初の時はもう本当に手にも肩にも力が入りやすいですし、テンポについていくのにもこう一生懸命になっちゃって、メトロノームが良いかもしれないですねって。なるほどね。メトロノーム、メトロノームもまあいいでしょうけど、なくても大丈夫だと思います。僕はね、もう癖、ちっちゃい時からの癖っていうか、こう足でリズム取ってるんですよね。こういう感じでなんかこう1234みたいな、234ね、この足を一定に保つ。で、焦らない、深呼吸して落ち着く、一定のリズムの中に身を置くというか、そんな感じですかね。 OK、 さあゆっくりゆっくり、 OK、オッケー。じゃあちょっとこのね、 Am, Dm, Em これやってみましょうね。じゃあまず Am からですね。そう、 Am はウクレレこう持った時の一番上の2番目ですね、2フレット目ですね。こうやってやればいいのかな、こうかな、こんな感じですね。一番上の弦の2番目、でこれを全部弾く、ね、それがこの Am ですね。これですね、ウクレレのコード表は、もう一度言いますね、こうやって縦に見ます。だからこの縦線が、これが弦で、横線がフレットっていう金具ですね。 OK、 だからこの図でいうところの Am はね、ここを1個だけ押さえて全部弾く。 OK、でじゃあ次のやつ、これ Dm ね、よく見てみましょうね。なんかちょっと似てませんか、これ F と似てません、ほらほらね、こことこことこことここ一緒なんですよね。要するに F にこのね、薬指をもう一個この間に足す、こういうことですね。わかりますか、ちょっとね、指が混雑しますけど、この同じ2フレットの中に中指と薬指が入る、ね、で人差し指は1番目ね、ここね、人差し指は1番目で Dm、 これですね。ちょっとやってみてください。 OK、 ね、そうで、覚え方としてはね、こう C は押さえるのが指1個だったでしょ、Am も押さえるのが指1個なんですね。ね。で、Dm は F とそっくりで、F の間に1個指を足したやつですね、ここにね。こんな感じ。そうそうそう、指が混雑ですね。そうそう。ウクレレちっちゃいですからね。で、そうそうそう。一つポイントとしてね、まあ、今僕ね、ここをこう指をこう2本こうやって入れてやりましたけど、まあ本当に指が太かったりする人とか、なんかまあいろいろいて、で、こうやってやる方いますね。まあ僕もたまにやりますけど、そのコードの並び方によりますけど、この、これなんだ、中指で、ここ2つ押さえちゃうんですよね。ここ2ついっぺんにピッて。そんでここ1個足す。ピッ。こんな感じ。ピッて。こうやってやる人もいます。ね。OK、じゃあちょっとこれを8回、これを8回、ね、8回ずつの練習してみましょうね。じゃあ Am からいきますよ。こっからいきますよ。1、2、Ready。Am。1、2、3、4、5、6、7、Dm。F によく似てるやつ、 F に指を1個足す、間に指を1個足す、 OK、 Am 戻りましょう。1、2、3、4、5、6、 Dm、 もう一度 F に指を1個足す、5、6、7、Am、 OK、 はい、そこまで。
ね、なんかちょっと悲しい音がしますよね。ね。OK、じゃあこっちからこっちで見せますね。ね、Am、これが Am、一番上の2番目ですね。ね、そんで Dm がこういう感じ。ね、F に指を1個足す。ね、こんな感じ。ね、こうやってやる方もいます。ね、中指で上の2本2つペッペッと押さえちゃう。こういう方もいます。で、まあ僕はこっちがおすすめかな、今のところは。うん、ね、3本使った方がいいと思いますね。じゃあもう一回8回ずつ、あ、ちょっと待って、質問、8年ぶりにウクレレ弾いてます。ナイス、グッ。いいチャンスだと思うので続けていきましょうね。押さえる指覚えるの難しいですね。そうですね。そう、でもね、指の覚え方ポイントとしては、先週も言いましたけど、こう人差し指の位置を明確に覚える。うん。後の指はそれの人差し指の位置についてくるだけというか。そう。だからコードを覚えるときは人差し指の位置、どこに人差し指が来るのか。ね。ね、例えば C と F と G7 だったら C、F、F の人差し指がここですよね。ね、だから後の指はついてくるだけ、こういう感じですね。ね、で G7 も覚えられないですね。なんか三角形のコンドだったけど、でも人差し指の位置はここ、こいつを挟むとして覚える。ね、で C でしょう。ね、A と D マイナー、この2つもね、まあこれ人差し指使わないですけど、このね、A マイナー。でも D マイナーも人差し指がここ、要するに F にそっくりだと、ね、だから F を作ってその間に1個足す、人差し指はここここっていう風に覚えると、まあ分かりやすいかな。人差し指の中ちょっと注目してみてくださいね。 OK、 OK、 ね、じゃあちょっと、A マイナーと D マイナー、8回ずつちょっとやっていきましょう。ここからいきますね。A マイナーからいきますよ。1、2、Ready、Play。 A マイナー、1、2、3、4、5、6。 D マイナー、 F に1個足す。5、6、7。 A マイナー。F にこうやって1個足す。 5、6、7、Am。 はい、 OK。 ね、そんな感じですね。 OK。 まあでも、もうそっか、もうこんな時間か。まあ、ちょっと今日はここら辺ぐらいまでだと思いますけど、また来週からちょっとまたマイナーの世界に入っていったりとか、ね、こういうマイナーの世界に入っていったりとかしてやっていきますね。で、まあ、ご自分のこのね、指の練習のためにね、今この学んだこのね、このまあ今日は E マイナーまだやってないかね、これまだやってない、これまだやんなくていいですよ別に。このこれね、この5つ、この5つっていうのはこの、同じキーの中に入っているコードなので、まあ、いつどのタイミングでどのコードプレイしてもそれなりの曲に聞こえるみたいな感じなんで、ちょっといろいろ練習してみてくださいね。例えば例としては、ね、C、A マイナー、F、G7、ね、C と F と G7 を思いましたでしょ。 その C と F の 間に A マイナーを入れる、ね、だからそうすると1、2、3、4、1、2、3、F、 1、2、3、G7、 ね、これよく聞くでしょ。ルー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 ルみたいなね、こういうやつね。あれもそうなんじゃないかな、このコード進行なんじゃないかな、あのルージュの伝言、あの人のままに会うためにね、 A マイナー、 C と A マイナーだけ、今一人
イナー、ダダダダダ F、 うちには G7 帰らないとかね、こんな多分みんながよく聞く曲、あのファミリアな曲はそう、この C、A マイナー、F、G7、 この4つが結構使われていること多いですね。うん、まあ、なんだろう、た例えば、まあ、あ ボブマーレーとか聞かないかな、わかんないまあ例えばこう No woman no cry See No woman no cry とかね、そうそうそう、こういうのとかもできますし、まあ今のみつ、Stand by me なんかもそうじゃないかな、A minor and the land is dark and the moon G7 is the only light we'll see とかね、あとね、あらあら弾けちゃうって、そう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 、何だって弾けるんですよ、あのそう、こういうのをねダイアトニックハーモニーって言いますね。もうわけわかんないでしょ、ダイアトニックハーモニーっていうのがあるんです。ダイアトニックハーモニーっていうのは何かっていうと、ドレミファソラシドをもう飾りの音全くなく、音を一切飾らずにドレミファソラシドを重ねてった、要するにドレミファソラシドの世界ですね。わかるかな、ちょっとね、そうそう、まあまあとにかくあの兄弟みたいなもんです、あの一つの群生というか、うん、でだからこのコードの並びね、これこうかね、これここら辺のやつちょっと覚えてみてくださいね。そうダイアトニックハーモニーって、まあちょっとね、じゃあ最後の5分ぐらいだからちょっとあのついてこれなくて大丈夫ですからね、あのダイアトニックハーモニーの説明だけします、またしますから。ただね、あのそう、1回聞いて分かる人と何回か聞いて分かる人でまた分かるので一応説明だけしてみますね。ダイアトニックハーモニーっていうのは何かっていうと、ドレミファソラシドありますでしょね、でコードっていうのは何かっていうと、このドミソなんですよ、ね、ドミソっていうのはそのドレミファソの中のレとファを抜いたやつですよね。2番と4番を抜いた、要するに1、3、5がドミソね、こういうことですよね。ドミソ、じゃあレから始まるね、ドミソはどうだって言ったらですよね。こう なりましたでしょ。ね。あ、違う違う違う。ドミソ、これがドから始まる。レから始まるとになったんだけど、このここのね、ドミソ、ドミソ、ここの音 F シャープって言うんですけど、これは。ね、ここの音入ってなかったでしょ。ね、そうだからその D を作るときはダイアトニックハーモニー上 C の世界観だとマイナーになるんですよ。でも分かんないよね。今度ちょっとあの来週のレッスンの時にちゃんと説明できるようにあのまとめておきます、まあ、とにかくそうダイアトニックハーモニーっていうのがあって、音を一番飾らない状態で上に積み上げた状態ですね。要するにドレミファソを単音で弾きましたけど、これをコードで弾くこともできるんですね。それをコードで弾くとドレミファソラシドってことなんですね。ね、そう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 、この音の並びがあるんですね。で先ほどのこのコードはその音の並びの中に入っているコードなので、まあ、いつどのタイミングでどのコードを演奏してもそれなりの曲になると思うんで、ちょっとやってみてください。じゃあ今日はこの辺にしときます。また僕の方のツイッターで今日やったやつシェアしますんで、さあ、難しいって言ってるけどね、あのそう難しく考えないように、あの分かりますからそのうち、うん、そうそうそう、でじゃあまた僕のツイッターの方でシェアしますんで、
ね、また来週やりましょう。そして明日、サンポロライブまた同じ時間にやります。 OK、 ありがとうございました。それじゃあまた来週、また明日、じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。